おはようございます。今朝は高質、えー、課題になっていたものを筆ペンを使って書いてみました。あ、そうですね。筆ペンとレポート用紙を使って書いてみました。えー つるつるしている紙っていうのは穂先がくるくるこう滑ってしまうのでとても難しく感じると思いますがそういった練習をすることで普段のその半紙での書きぶりっていうのが変わってくるんじゃないかなと思います。皆ささん頑張ってください。